2110かこれで。予知が出るまで喧嘩しないって本当？いややります今日出なくても終わりだぞ、今日最終回だぞ。みんな勘違いするなよ。僕がいつまでも孵化してると思うなよ。油断してどうせ色違い出るまでやるんでしょうぜ。いるだろこの中に。そのロト楽に役に立たないマジ。2111、次でドラえもんか。2112で生まれた名前はドラえもんだ。まあ確かに。ドラえもんは第一話は8パターンある。そうなの。ルンパッパはカッパかな。あーどうなんだろうね。確かに雨受け皿だよなあいつ。カッパかあいつ。あくそ、ドラえもん生まれず。そう思ってるせいですそろそろ出てもいい感じじゃないですか。ところで予言は外れましたね。人狼か。人狼いたな人狼の役割を教えてくれみんな。人狼と占い師とあとなんだっけ、ガードするやつ。まあいろんなルールがあるんだろうけど、疎いんだよ人狼。あ、霊能者狩人。ああ分かるね。人狼勝ちでいるの。ドラえもん、次ドラえもんな。出るまでは何時間でもやるってことだよね。いやいやいや、その勢いるな。幼児向け雑誌2パターン。え、あ、そう。各小学生6パターン？マジで？小学1年生から6年生までのパターンあるの？ドラえもんの第1話って。すごいね。人狼ジャッジメントしたら覚えた。ああ、人狼ジャッジメントってあるよね。アプリだよね。僕も、1回ダウンロードしたかな。なんかやったけど分かんなすぎてやめたなドラえもん世界だとタイムマシンは2008年作られたと言われてるの。え、そうなの。へえー、そうなんだ。狂人か。狂人は人狼陣営か。ハスブレロが一番カッパ。ハスブレロ、あ、ハスブレロか。確かにあいつカッパっぽいの。私シャーマン、あと3回で出るよ。シャーマンがいる3回。マジ？その予言占い師か。君は人のジャッジメントものすごい役っぱあるんだよね。あ、そうなんだ。へえ。シャーマン仕様カミングアウトシャーマン信じるぞ。じゃああと3回な。ちなみに次ドラえもんな。ちなみにミルタンクネキ、ケンタロスネキ、今、どうだまだ出てないよな。出たらコメントするよな。ドラえもん生まれます。不可人狼というジャンルが生まれぞ。とんでもないジャンルだな、それ。僕しかいないじゃん、それ。まず僕が人狼できない。あー、かっ、マジで！ドラえもん！嘘でしょ、ドラえもん！来たぜ！みんなちょっと来た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 ぜちょっと待って来た来た来たほらやったぜ。ちょっと待って、すごい、ごめん、めちゃめちゃ大声でしゃ叫んじゃって、ごめん。近所迷惑になりそうなんでちょっと今回してきますマジでちょっと待って待って、みんな来たぜ。おい2112ドラえもん、マジで？え、これは大きだ。みんなちょっと待ってくれ。しゃあ、おら出したぞついに出したぞ。みんな神回確定きたドラえもん、みんなよくいてくれた。この時間、この時間いてくれた人、見届けたな。いやー、これは激アツだよ。みんな待ち望んでた時間がついに、瞬間が訪れたぞ。
あーよかったマジでよかったみんな右上と色違うよな、色違いでいいよなこれ、剣立て変えなマジか、いやーすごい、これ生で生放送で初めて出しましたよかったみんな広告ありがとうすいません、ちょっとコメント全部追えねえわこれさすがに。ただあの出た瞬間な、コメントがバーって流れた瞬間超気持ちよかったいやーこれマジありがとうみんな、いやーこれはよかった、ここまで頑張ってよかった、この3週連続頑張れてよかった。2112色違いじゃらこ誕生、カウントに気もいっている、ドラえもんありがとう、ちょっとマジでここかありがとうみんなありがとう、ちょっと待って、ちょっと待ってね、一回冷静になって、性別とに、まずニックネームつけるのとこで性別判明するからつけましょうか、オスです、ということはドラえもんだなベタですまん、本当はピュレグミとかにもしようとしたけど、もうこれはもう確定ドラえもんだよこれ2112ドラえもん一択だなこれ、これ事情知らない人はさ、なんでドラえもんなのってなるけどいやこれはもうこの枠にいる人だけが知ってくれればいい、この由来、この由来を知ってる人はこの枠にいるみんなだけだ、それでいい僕は、終わり、いやこんな奇跡ねえぞ